ございます。今日はボタニックガーデンに来ております。はい、ゆきえさん、ゆきえさんね、またソーシャルディスタンスからスタート今日はですね、ボタニックガーデンに新しくなんかフードコートができたっていうのをちょっとインスタで見て、ちょっと行きたいなと思ってやってまいりました。まあね、私がね、朝何食べるかとか誰が興味あるな何食べるかはまあさておき、どんなところが何があるかっていうのをちょっとね、皆さんにシェアしたいと思います。はい、相変わらずジャングルなボタニックガーデンでございます。はい、こちらイップさんの書かれた岩があります。ここの場所はピンして地図貼っときますね。使用している人、これは薬の、あ、薬屋さんって感じやな、かん、前ら、なんかすごい、ここもリアル。ここにもありました。すごい、これはインド、インドの方の結婚式やな。すごい岩にこんなん書かれた、面白い一夫活動誰と来てるかバレんじゃん。ここにもありました。なんかこうやってみんな見つけてくださいね、いろんなとこにあるので皆さん。でもこれあんま知らんかったほんま、おっちゃんがおったって言ってくださいってリクエストがありましたすごいね、カワウソクリスマスモードに。ここに行きます。あと 600m こっち、ここあれじゃん、ここなんかゲートだよね、なんか。まあオーチャード方面から来る方はこのように行ったらいいと思いますよ。私たちは MRT から来たのでだいぶ歩いてきたんですけど、ここビジターサービス。はい、ということで、ナッシムゲートから 600m 歩いてきたらこちらのフードコートが見えてきます。で、まあ駐車場があるのでね、ここまで、あ、車で来れるのかな、まあ、タクシーとかでも来れると思うんですけれども、で、こちらの新しくできたフードコート、8時オープンなんですけど、もう8時やねんけどまだ開いてないな。こちらのフードコートになります。お店なんですけど、今このドリンクのところとこのお粥の店しか開いてなくって、なんか他のとこ何時に開くんやろ、みんな開いてないみたい。お昼とかに来た方がもっとあるかもしれないです。で、ここはね、ビールとかワインとかもあります。ワインはボトルで50ドル、10時からやって、これがなんか何やったかな、ビーフとセンチュリーエッグのポリッチ、コンギーで、これがユーティアン揚げたやつ、これをおかゆの中に入れて食べる。で、これはマレーの朝ごはん、ミーラブースで、カヤトーストでございます。私より食べ物みたいかなと思うんだけど、食べた感想もない。おかゆです。またこれこぼすこぼすこんなおかゆでございます。ちょっと粒残ってる感じ、果汁スでもおかゆってそんな前ね、おかずと一緒に食べるから。あれ、なんか塩とか胡椒がペッパーの、あー、そこね、あ、めっちゃ飛んだ私胡椒まみれ。何入ってたのかな。ポークのスライスみたいなのとセンチュリーエッグが入ってます。センチュリーエッグって何ですか。ピータ、おー、センチュリーエッグって言うの、ね、
この揚げたやつをこうつけて食べるっていう。なんかこの食べ方嫌いやったけど、何回か食べたらハマるわ。苦手やった。本当？なんで苦手なの？なんかオフみたいじゃん。なんか脂っぽくて嫌い。ものによって揚げたては美味しいけどね。あ、でもこれサクサク。うん、なんかここのミニラブーズちょっと違う。違う？なんか味噌っぽい。味がする。ミーラブースだって。マレーの麺みたいな。こんなんで。甘い味噌やな。うん、ここのは味噌っぽい。あんかけパスタみたいな。名古屋のあんかけパスタ。名古屋の味噌みたいな。めっちゃ甘い。で、ちょっとピリッとする感じ。でも美味しい。美味しい。でも、もっと辛い。他のところとは。こんなに味噌っぽい味がしない。のりこさんって、イカヤトーストと卵どうやって食べる？ダンクして食べる。入れるやろ？うん。え、この、え、シンガポールのこの食べ方はそれですよね。それが正解だと思ってた。オリジナル日本人の。え、ご主人？え、もうみんな卵を最初にガーって飲んで、あとはカヤトースト。いや、みんなつけて食べると思った。それ日本人だけじゃん。私はこのかやトーストをこう卵にこういつもつけて食べないけど、ゆきえさんはえって言うから今聞いてみたら、これ日本人だけやんの、ローカルの人やんないみたいな。はい、ということでまた駅の方まで戻ってきました。まあね、こっちの駅の方からやったら、帰りちょっとちゃんとした道で帰ってきたら15分ぐらいかなで行けるので、またこっちからでもいいし、ナッシンゲートの方はもっと近いし、まあお散歩に最適だと思います。またお昼行った人投稿してくださいね。また見させてもらいます。お前がやれよねということで、はい、というかボタニックガーデン、すごいカジュアルなお店いっぱいできて楽しめました。はい、またみんな来てください。はい、ではでは、ゲストさん